可解な4つの遺体。2023年10月7日午前7時過ぎに、栃木県那須町の朝日岳山頂付近の登山道で男性2人、女性2人の合わせて4人の遺体が発見された。いずれも60、70代とみられている。警察によると、10月6日午後0時半頃に、登山客の男性から2人で登ったが、1人が低体温症で動けなくなったと110番通報があった。警察や消防が捜索に向かったが、強風と日没により捜索を中断していた。亡くなった4人は同じグループではないということで、警察は死亡した4人の身元の確認を進めるとともに、遭難した経緯を調査している。地元の山です。週1ペースで登っています。昨日の天気は絶対登ってはいけない最悪の天候でした。救助隊も二次災害の危険があるので、救助に行きたくても行けないくらい最悪だったと推測されます。あの状況で登山ということは、軽装装備不十分だったのかと。機械でもここ1週間で急激に、特に朝夕晩は涼しくなりました。昼はまだ暑く、半袖からの急な衣替え、困っています。普段でしたら、10月の登山は、軽山でも山上は防寒具なく風があれば、かなり寒い季節です。朝日岳は2000メートル超えの高山ではないですが、軽山でもなく、だいぶ寒かったのではないでしょうか。亡くなった原因は記事にはありませんが、60代で普段運動しているなら、高齢すぎるわけでもなく、遭難時、寒さをしのぐ装備に問題があった気がします。これから登山される方、装備や知識をしっかり持っていかれてほしいです。4人全員が遺体で発見されたとは恐ろしいです。まだ詳しい状況はわかりませんが、山の気温は今急激に下がっていると聞きましたし、登山するには過酷だとも思いました。万全の準備がなされていたのかは不明ですが、いずれにしても、なんとか助かっていただきたかったです。これから登山される方は、防寒対策などより一層お気をつけてお登りください。ご冥福をお祈りいたします。捜索隊の隊員が無事でよかった。いつも思うのだが、使命とはいえ、己の命の危機に面しても、完全と立ち向かう姿には、本当に敬意を捧げたいと思う。最近の山の遭難事故はまあ、起こるべくして起こることが多い。海でも山でも、助けようとした人が命を落とすことがないよう、心から願う。茶臼岳、剣ヶ峰あたりまでは大丈夫そうですが、朝日岳は、北側で今回の気圧配置を考えると、強風をもろ受ける場所です。ここの地形は、吾妻連峰雪山遭難事故の白浜と朝日岳が似ている地形で、登山をしている人なら、行かない場所だと思います。他の人も書いていますが、捜索隊の人ですら、無事で良かったと思う条件で登山するのは無謀だと思います。登山を甘く見ている人が多いよね。